吉野型防護巡洋艦は、日本海軍の防護巡洋艦、同型艦2隻、高砂五の武装、装甲配置を示した図、1891年度の計画により、イギリスのアームストロング社のエルジック造船所に一隻、発注された。これが、吉野で、で、何話型防護巡洋艦と、同様、エルジッククルーザーの1隻で、サーフィリップ・ワッツによって、 アルゼンチンのベエンテシンコデマヨ級防護巡洋艦の改良型として設計された。砲はすべて速射砲となり、機関出力の増大から当時の水雷艇と同等の速力23ノットの有速を誇り、巡航時には世界最優秀の巡洋艦と言われた。1893年に巡航した吉野は何わ型2隻と、 泉らの防護巡洋艦と共に翌年からの日清戦争に参戦し、その有足と法事からを生かし能力の高さを実証した。日清戦争後の第一期拡張計画により吉野の同系艦がアームストロング社に発注され1898年に竣工高佐ごと命名された。戦隊は吉野とほぼ同じであるが装甲圧を増し、 手砲を 15.2cm 砲4門から 20.3cm 砲2門に強化するなどの階層が施されている。高砂は1902年にエドワード7世大館、記念観館式のためヨーロッパ訪問をしている。両館とも1904年からの日露戦争に参戦、吉野は紹介中に、ノームの中でカスガと衝突し、旅順沖で沈没、高砂は、 旅順攻略作戦で陸上砲撃を実施中に触来して沈没した。ありがとうございます。